この辺を乗り越えて蹴り込みやがったんだな。出る時は悠々とここから出たんでましょうね。そしてここで刃物を洗って。百両盗まれたにそういうことはません。どうして昨夜に限って隠居の他に誰もいなかったんです。はい、もともとこの隠居所は女中との二人暮らしでございますが、昨夜はあいにくと手前方へ工事のお泊まりがございまして、うん、寝転んでも借りたいほどの忙しさで、つい女中を手伝いに訳しまして。で、その女中が今朝方帰って初めて分かったというわけなんですね。はい、仰せの通りで。じゃあその女中を呼んでいただけませんか。じゃあお前さんも百両の金を隠居が床下に隠していなすったのを知っていたんだね。はい、それも昨日初めてでございます。どうして知んなすった。実はご隠居さんが彦兵衛さんに話しておいでになりました。彦兵衛って誰だね。隠居は地域にしておりました橋本町の駒物屋なんで。うん、その駒物屋と何のために話をしていたんだ。知ってるだろう、詳しく言ってくれ。はい、彦兵衛さんは自分では大阪者だと言っておりますが、本当かどうかは分からないんでございます、うん、それを隠居がひいきにしていたんだな。どこが気に入ったものか、まるで自分の子供か何かのようにして、私も常々それとなく意見をして。それでどうした。そのごひいきになるのをまた彦兵衛さんがいいことにして、いつも商売の元でとかなんとか言ってはいくらかずつ借りていかれました。それはその都度返すのか。いいえ、存じません。で、ちょうど昨日でございました。お昼ごろ参りまして、実は掘り出し物がございまして、これを手に入れると相当の儲けが間違いなくあるんですが、何しろ急なことで現金が手回りかねます。毎度恐れ入りますが、百両ばかり月末まで立て替えていただけませんでしょうか。と申しますと、ご隠居様がしばらくお考えになって、他ならぬあんたのことだし、その百両のお金も本当はこの床下にあるんだけれど、実はこのお金は御門跡様へお納めしようと前々から取ってあったお金だからとお断りになりました。その時彦兵衛さんの目がなんだかギラリと光ったように思いまして、なんとはなしに気味が悪かったんで、お茶を持って入るのを思わず立ち止まったのを覚えております。確かに彦兵衛に相違ないと存じます。第一、他にあの百両のことを知っている者は一人もございません。よし、すぐさま召し取れ。へっ、召すもない。なんで私がそのような大それたことを。黙れ、いかに白を切ろうと、お上の方ではすでに全てのことはお調べ済みじゃ。第一、その方以外に百両の一件は一人も存じておらぬと申すではないか。いいえ、恐れながらそれはあまりのおっしゃりよ。百両の件も私以外にもそれは誰か他に存じていると申すの。はっ、さあ割り手に申してみ。例えばそこにおります女中のおもとにおきましても。これ別荘なのと。はい、これは子供の頃からうちにおりますもの、盗人武田知事とはこのことにございます。何でも四国兵衛に相違ございません。いいえ、いかように仰せられましても、それをなぎはいささかも覚えございません。五条春と拷問にかけてでも白状させてみせるぞ。そんな無茶な話があるかい。いくら彼のご意向か知れねえが、お前のねえもの、そして何だろう、本当の下手人が上がった時はご苦労であった。かなんかと引っ張らすんだろう。それは仕方がねえじゃねえか。それに第一、立派な証拠があるって話だ。証拠？うん、冗談言うねえ。あの宿屋の隠居おるしは立派な下手人が他にあるんだ。それ言って誰だ。うん、俺らあの晩いてったいて、何しようんで、誰だ。おう兄、今の話だ。そいつは言ってどこの誰だ。おう、ちょうどあの晩おいでが、いてって、うわっ、何しようんで、てめえことは何しようんで、何しようんで。おう、俺はてめえのその仕込み事案が気に入らねえんだ。俺はまたおめえのおっちょこちょいの出しゃばりが大嫌いだ。何を。そうじゃねえか。俺がはっきりあの棒人者と分かってりゃ俺だって江戸っ子だ。人は何を見て知らん顔もしちゃいらんねえ。
どうだおめえ、お互いにあいつらしいというだけじゃねえか。そんな曖昧なことで人殺しの関わりになってたまるもんか。いや、曖昧じゃねえ。確かにあの浪人に違えねえんだ。あれ、おめえいつあの浪人決めたんだ。たった今決めた。俺の勘は一度だって狂わねえんだぞ。おう、待てよ。ついでだ、奴の様子を探ってみよう。よせよ。なんでだってお前相手侍じゃねえか。侍がなんで。ビクビクせずについてこい。おおおお、どこまでてめえおちょこちょにできてるんだ。誰だ。え、なんだい、貴様たちか。どうしたんじゃ。あの、その、ちょっと、ものを尋ねに。何。実は、この明けを、角でお世話願いたいんで。おお、話してやってもいい。何しろ、首くくりがあってから、長い間の空き家だ。店賃も安いだろ。首くくり、いや、もう結構です。結構です。あ、大層よくお手入れができますね。うん、ここ二三日、ちょっと芽が出たのでな。お、かわいそりゃ、考えようによりゃ、あの道作も怪しいとは思えんこともねえが、俺はあの浪人者の言ったことがどうも本当のように思えんだかな。届けるって、初めは大家さんにも言ってくんだろうな。お、とにかく一度大家さんに相談してみよう。な。ゴンザ、おめえ、無実の証人がどんなことになるか知ってんのか。ほら、いいよ。俺は一人もんだし。弟のやつは男だ。何とでもなるよ。だがおめえ、あてに残ったお母さんが殺そうと思わねえのか。じゃあてめえは、どうしても届けねえと言うんだな。俺は届けねえ。届けねえでも済むこった。それじゃ相手が気の毒じゃねえか。そりゃ仕方がねえ、その人の因縁だ。因縁でもかわいそうすぎるわ。黙ってわからねえじゃねえか。よくのねえやつだな。すけ。てめえは案外悪党だな。お前さん。ん？おう、さ。なんで、おう、おう。お前さん、馬鹿正直すぎるんだよ。そんなにだからいつまでたったってうたちが上がらないじゃないか。ん？言って何のこと言うんで。隠したって知ってるよ。何か拾ったんだろ。俺？いつ俺が金拾った。そう隠さなくてもいいじゃねえか。別においらいくらくれてもいやしねえよ。僕野郎、とんでもねえ勘違いしてやろう。お宝じゃない？じゃあ何拾ったのか言っとくれ。現在連れ添うに主に言えないことはないはずだから。わからねえ、天だな。俺は何もしろやしねえよ。人に気の悪いこと言うねえ。じゃあ届けんの届けないのって一体何の話だ。細かそうだって知ってるよ。なんて言ったらわかるんだってみや。じゃあ静かに明言する。やでよ俺。何？てめえのような死ね深い野郎は
大人なんて思ったしね。チキシオ、俺らとおめえのような強欲野郎を兄と思ってねえぞ。バカ野郎。来た。やったね。さあ、もっとやってくれ。どうなってくれ。うるせえ。まだ吠えやると島にはぷたっこそ。あ、殺してくれ。会社があったら殺してごらん。横地のクレアブチと少し訳が違ったからね。だからもうね、クレアブチは俺の顔を見りゃ尻尾振るだけでも可愛いや。そんなにブチは可愛いけど、医者って呼んだって黒子部長、尿でも何でもするがいいや。この下駄おめえ、もう勘弁ならねえぞ。負けてたらねえ。こうしてやるんだ。じゃあね、目をぶかやろ。口をぶわんない。やろう、やれ。やらなかったな、こいつ。そんなの持ち合わせ何やねん。よくママママ、今日は遅くなですな。何やマジで。隣のログデラシが巨大化してやん。バカ野郎、野中の一軒家じゃねえぞ。こっちは米食う人間がいるんだ。それほど喧嘩したければ腹っぱい出て、噛み合いでも殺し合いでも勝手にしろ。いやいや、何を黙って聞いたら口から両代の悪態をつけやがって。気持ちなんで毎日毎晩犬の子に喧嘩ばかりしやがって。ちょっと前もやろう、ちょっとやめしろ。いべらぼうめ、かかと喧嘩するのは俺の勝手だ。一日てめえたちの差し出受けるけ。それ覚えとけ。こっちが弟と喧嘩するのも勝手だい。ざまみろ。ちくしょう。ふざけたのだ。こうなりゃてめえが相手だ。よし来た。表出ろ。逃げるなよ。あ、お前さん。何言ってんだ。おお、だいぶ派手じゃな。やろう、くれよ、くれ。おっ、光やっとくれ、お前さん。おっ、兄貴。おはようおい。いいお天気で。朝っぱらから面白そうになんだ。さあ、働いた働いた。さあさあ。こいつのためにかかあの野郎には痛くねえ腹は探られるし、大家さんには怒られるし。俺だって同じだな、兄弟。口や災いのもとだな。かごや、うん、早くやらんか。え、の、行こうべ。だが、どう考えてもかわいそうでならねえ。それは仕方がねえ。何度も言うだが、それもこれも因縁だ。てめえみてえな悪女のやつは知らねえ。拷問で攻め殺されてもすりゃ、てめえんちへ化けて出るぞ。何が化けて出るんで。私、当年4月5日夜9つ頃、金手ひいきを受けたる暴露町2丁目片小屋米屋一郎兵衛隠居方に忍び入り、ますなる老女を殺害なし、金100両盗み取りたる者に相違ござなく候。享保3年5月5日摂州大阪高津生まれ、当時橋本町二郎兵衛だな、駒物屋彦兵衛42歳。以上、その方の聞き取り書きじゃ。それに相違ないかどうじゃ。恐れ入ります。
不届き者め、竹類でさえも三日かえばその恩を知るぞ。しかるにその方、江戸へ入府以来なみなみならぬ恩を受けたと申すではないか。恩をあだで返した任秘任命、江戸始終引き回しの上、鈴の森にて獄門を申し作るぞ。ありがとうございます。一度立ちませ。へっ、立て立て立て。石子様が。ただいま駒込彦兵衛お仕置き、お指図通り参りましてございます。なんててめえは不明もんだ。俺がついてるじゃねえか。大船に乗った気で ついてきなよ。なんでそれ。おい、峰助寿、おめえが届けねえというばっかりに、とうとうかわいそうに無実の仕置きだ。もうよせ。だっていくらおいらが届けねえたって、そこは商売だ、分かりそうなもんじゃねえか。大岡様大岡様と世間じゃ言うが、本当はわざわざでもねえんだぜ。当たり前で、水天宮様ならいず知らず、大岡様だって人間じゃねえか。おいらだってゴブとゴブで。だが皮むき獄門なんておいら聞いたことがねえ。ひでえことを知りながら。それもみんなてめえのためだ。これでてめえにたたりがなきゃ嘘だぜ。冗談言うね。いや本当だ。今日あたり帰ってみ、八の野郎が駒物や彦兵衛に見えるかもしれねえ。師匠、気持ち悪いこと言うね。もし鴨屋様、ゴンザ様、スケジュー様、冗談言うね。三角野郎が
いから。おつまみに飲み直すとゆっくり遊んで、大家さんのお振る舞いをいただかしてほしいと存じますが、何分このお盆を逃がしますると、これがつながってしまいますので。商売商売で仕方がない。お前さんの分はな、取っておくか。ありがとうございます。せいぜい稼ぎなされ。あ、もしちょっとものお尋ねいたします。だけでも一昨夜鈴ヶ森のお仕置き場へ忍び込みました。お二人様、あそこでお二人様にお目にかかったのは必ず仏の手引きでございます。どんな入り分けがあったのかどうぞお教えくださいまし。この通りお願い申します。ねえ、何かあったのかねえ。お願い申せば必ず教えていただけるものと、それを頼みにおとといから籠屋で権座さんに助重さんというのを当てに江戸中を駆けずり回ったのでございます。もうこの上は私を生かすも殺すもあなた方のお心一つでございます。いっそ申してしまうか。だって今さらね、何度足がなけて言ってあげよう。私も気になるから。おい、もし江戸っ子は万歳長兵衛のような方ばかりと聞いてまいりましたが、それではあまりにお情けのうございます。ちくしょう、一番言うと決めた。バカ野郎、
なんで君たちは黙らんだ。そんなことを今まで隠しておくという方が、バカバカも大バカ野郎のコンコンチキだ。いえ、わしは初めから届けようと思ったんですが。スケの野郎が。バカ野郎、思っただけじゃ役に立たねえ。彦兵衛さんもな、見殺しにしたのは、こいつの二人だ。いわばお前さんのお父っつぁんの敵だ。構わねえから、ここで立派に敵を打ってやるね。とんでもねえ。俺たちは知らねえ。敵は、顔に感じるだろ。感じで。待て。それは許してやる。が、その代わりこれからのうち、彦三郎さんのお味方をするか。乗りかかった船だ。まあ今日でいいようにしておくんなぜ。ゴンザン、スケジュ、その方たち存じおるだけありていに申し上げてみよう。へい。お前から言う、冗談言うね。お前ら初めから言わねえ役だ。だっておめえ。ああ、こりゃ、ゴンザ。まずその方より申してみよう。へい。では申し上げます。ちょうど曝露町の旗小屋の隠居殺しのありました晩。おい、スケ、あれはいつだったっけな。俺ら知らねえ。冗談じゃねえ。現在おめえと。へい、その晩でございます。何でもここの過ぎた頃、このスケジュールと明日は遅い仕事から帰ってまいりまして、曝露町の横丁へ差し掛かりますと、ほっかぶりをした一人の背のひょろ高い野郎が天水桶で何か洗っている様子でした。透かしてみますと、どうやら浪人風で、どうも着物の袖を洗っているらしいんで、それだけなら何とも思えやしやせんが、そいつが抜き身を持っておりやした。うん。で、そやつの面体に見覚えがあったのか。へえ。それがどうもそこにおりやす黒川勘十郎って浪人らしかったんで。おこりゃ、気をつけて物を申せ。らしかったとは何事じゃ。スケジュ、今度はその方が申せ。へい。どうじゃ、くせ者は黒川勘十郎に相違なかったのか。それがどうも。へい。もう三回、あれほど相違ないってはっきり言っていたじゃねえか。そんなことありませんから、言った覚えがねえや。控え。ような曖昧なことでくじがなると思いおるのか。次第によれば重罪を申しつけるぞ。え、兄貴はしばらく見たって。さ刑の上ではそう出とるんじゃが、はっさ、本当を言うと俺の派遣なんか当てにはならんのじゃよ。まあ、いやだよ、お父っつぁん。そんなのかい。あ、こりゃ、勘十郎。両人はそのようなくせ者は、その方に相違ないと申しおるが、申し開きができるか。恐れながら申し上げます。一寸先は闇とは申しますが、世の中がこんな恐ろしいものとは、今日ただいま初めて存じましたような次第で、何がための言いがかりやら、手前、あの両人が恨めしゅう存じます。ことに噂によって承知いたしましたが、盗まれた百両とやらのありかは他人が絶対に存じますなんだよし、この一言にてもご検察をお願いいたします。勘十郎は存ぜぬと申すぞ。どうじゃ。へ
勘十郎に相違ございません。お願いいたします。両人に直談をお許しくださいませ。うん、許す。話してよかろう。ありがとう存じます。権座、助十、それほどその方たちが拙者だと言い張るのなら、定めしはっきりと拙者の顔を見たのであろう。さすればきっと着物の縞柄も覚えているであろう。さあ、言えるなら言ってみろ。言えないのかどうじゃ。言えないほどのぼんやり覚えで拙者に無実の言いがかりをつけようといたすのか。いや、覚えてる。おめえは喜八郎の着流しにお難度拳銃の帯で赤材の長いやつ一本刺していた。お聞き及びの通り、闇夜にそれだけはっきり物が見えますわけがございません。もとより根もなき偽りごと、何分のご検察を願います。当夜が闇夜でありしこと、その方肥沃存じておるの。え？これは両人、ただいま勘十郎の返答を聞いたであろう。それでもその方たち勘十郎にそういないと言い張るのか。だからあっしは初めから。黙れ。やいやい、なんでつらしやんで。天使は酒を買ってこいってのをなんで買ってきものだ。どんな裏棚でも一軒の主が酒ぐらい飲むのは当たり前じゃねえか。一軒の主だな、主らしく酒を買う税の50でも100でも身を染めて誰か見せよ。その銭にはねえからてめえに頼むんじゃねえか。わからねえ下道だな。下道？下道でも般若でももう七草は何もないんだからね。何をするのさ。じゃあお前だの、スケジュールなんてやつはただ送った方があるもんか。あの時ロイドをぶち込んどきゃいいものを長男預けたなんて、無事に帰って起こしたお奉行様の気が知れないよ。いやいやい、ふざけるね。あの時てめえは一粒16文って一緒の涙をこぼして、おいおい嬉し泣きに泣きやがったじゃないか。大岡様ありがてえと手を合わせたの忘れやがったのか。あの時あの時さ、こんな手しかどかしてわがまま気まま言われちゃ、あたしだって虫が生じないからね。ああ言えばこと、てめえのように亭主を見くぐる甘世間にねえぞ。お前のように女房をいじめる亭主もね。何？うん、今日こそ勘弁ならねえぞ。じゃんで勝手しようね。兄貴なら言い出したって、おいら牢に入れられるような悪いことしてねえんだ。大岡様言って聞いてみろ。
わざわざ言ってみくには及ばねえや。どれところばらいかしまなしだ。てめえたちは知るめえが、浪人者の肝心は昨日の夕方無事に消されたぞ。うん、それは本当か。本当か。いやいや、てめえ、俺たちは担ぐんじゃねえだろうな。べらぼめ、そんな手になる俺じゃねえ。まあ、かれこれ言うことはねえや。浪人のうちを乗せてきてみろ。今まで花歌で言われたと飲んでね。冗談も休み休みで、あいつは消されるほど。お前さん、やっぱり人違いだったのか。いいか、江戸の町を出るまでなるべく顔を隠していくんだぜ。落ち合うのは川崎の私は、時刻は日暮れ、間違うなよ。だけど、それまでの一人旅は滅細いね。という柄でもあるまい。うっかり江戸の町が二人で歩けると思うのか。そんなに危ないのかい。でもお奉行所では疑いが晴れて。あるいはそれが本当かもしれんが、相手は大岡越前の神だ。こんな手があるやもしれん。いずれにしても用心だ。それにしてもお前さんの方は大丈夫かい。うん、俺は役人たちは東へ行くと見せかけてお前の後を追うんだ。いいか、間違うなよ。あいにく大家さんは留守なんだ。ああ、困ったことになったね。お前さんどうすんの。どうすると言って俺も面食らった。おい、スケジュどうも困ったな。だから俺が初めから寄せと言ったんだ。だのにてめえがおっちこちょいと出さばいたからこんなことになったんだよ。それだから俺だって感情らしいと合間に言っておこうと思ったんだが、スケ、おめえもお知らせでははっきり感情でございますと言ったぜ。それはお奉行様が言わなきゃならないようにしたんだよ。俺は何も好き好んで言ったわけじゃねえや。好んでようが夢が一体以上同じこった。おい、どうしよう。おい、ハチ、なんとか工夫はねえかい。それ見ろ、めめの体に血がついてるんじゃないか。巨大なんかでもねえだろ。本当になんとかならないかね。ところ払いに島流しか。やっぱりあの時寄せばよかったんだ。いやい、こんだ俺は てめえを一生恨むぞ。やかましい。この世やっぱりかぶれだ。大岡でも勘定でもやりでも説法でも何でもかんでも出てきやめ。ところばらいなんて、しまながしなんて。お前さん、あ、しないんだろ。いや、おい、これはしないんだろ。本座にスケジュー殿はおられるか。拙者思いもかけぬ災難で半月余りを暗いところで暮らしたが、天灯は見通しで昨夜元の体になれました。ついては権座殿とスケジュー殿に一応。お許しくださいまし。申し訳ございません。どうかお許しになってくださいまし。いやいや、頭を見て。何もそう改まって詫びることもない。さあ、手を向いて。手を向いて。いや、これというのも、拙者は常日頃の身持ちが悪い家じゃ。黒川勘十郎は泥棒でもしそうなやつだ。人殺しでもしかねないやつと思われていたためだ。誰を恨むでもない。かえって身の信用をしたと、二人に礼を。そんなにおっしゃっちゃ。いや、本当、本当でござる。
拙者今度という今度つくづく考えました。なるほど、江戸は生き馬の目を抜くとはよく言ったもの、どこに落とし穴があるやら、もうこうなっては恐ろしくて表も歩かれぬ。夜もおちおち寝られぬ。周囲の人間が皆が皆まで恐ろしくなってきました。いや、こうした悟りを得たのもそなたたちのおかげと。ついてはもう江戸に一刻もいることが恐ろしくなったゆえ、国表の水戸へすぐさま帰ろうと思います。ところで江戸を離れるまでまたどんな災難に遭うとも限らぬ。そこでお願いじゃ。今度のことも何かの縁じゃ。江戸を離れるまでそなたたちの籠で送ってはくれまいか。せっかくではございますが、二人ともあれからずっと長男預けになっておりますんで、仰せにしたわけにはまいりません。何？しかし別に厳しく見張りがついているというわけでもなし。それにそれぐらいの義理は拙者に対して。いいえ、お上の仰せは曲げられません。黙れ！その方に言っていねえわ。ではどうじゃ、その方たちの知り合いに足の速い確かなものはないか。兄貴、断れ断れ。何？そうじゃねえか。こっちが悪いと思えばこそ平子のように謝ってんじゃねえか。それに変に切り口上でよ、闇兵衛じゃあるめえし、侍なら侍らしくやってもらうじゃねえか。そうだ。つけ、男らしく断るじゃねえか。ええ、お詫びはお詫び、ただいまならはっきりお断り申します。さあ、どうなっていたか。お奉行所で立派に言い開きの立った拙者だ。それをよくもこんなむごい目に遭わしたな。おい、どいつもこいつもこうなりゃこの貧乏長屋全体が遠いんだぞ。拙者は知らんぞ。俺も知らんぞ。おいらも知らねえぞ。おいらも知らねえぞ。おいらも知らねえぞ。おい、一体どうするんだ。どうすると言ったってよね。勘定は来ていなかったかい。知りませんが。おい、早くしめ、早くしめ。そう、上がるんだ、上がるんだ。さあ。え？では下手人はやっぱり勘定でしたか。一旦お許しになったのがな、おぶしめしのあってのことじゃ。いよいよ罪状が明白となって改めてお見捨てになるんじゃ。え、そんならやっぱり。一時の興奮からとんでもないこといたしました。何分ご覧の通りの寂しい家内、もしものことがございましたら後に残るものがあまりにかわいそうでございます。
お許しなデートでございましょうが、どうか私たちを助けると思いなすって、ただいまの失礼は水にお流しくださいまして、このままお立ち退きくださいますようお願いいたします。どうかお願いいたします。バカ野郎、バカもバカも大バカ野郎のコンコンチキだ。なぜそれをもっと早く言わねえんだ。では肝心はすでに召し取ったと申すのか。はい、実はおい、はっ、はっ、どうぞこちらへ。おっ、八、いいか。あっ、黒川勘十郎は召し取ったであろう。いえ、めっそうな、そんな人存じません。おお、大変だ大変だ大変だ、おい大変だ、おい、逃がした。どいつもこいつも大馬鹿ぞろいだ。な中屋の奴ら一人のこやつは集めてこい、集めて。お、いくらでも俺は出す。下手するとこれも飲んだ。頼んで、頼んで、頼んで、頼んで。十郎。はあ。どうじゃ。も
はや観念いたしたであろう。と申しますと何のことでございます。この着物に覚えがあろう。あんたの着物だ。その方が宅の天井裏より出たるものじゃ。諸所に血のりの跡のあるのはまさしく当時のものにそうやるな。いや、思いもよらぬもの、さようなものが手前宅にありましたとはただいま初めて承知いたしました。しからばせんだってその方が着せし着物とこれなる着物の紋所が合っているのもただの偶然じゃと言い張るのか。はっ、それはさようでございましょう。第一、再三申し上げますように紛失の百両のありかは。でお上に手数をかけるしぶといやつめ。それ引っ立て。はっ。あ、どうじゃ、これでも覚えがないと申すか。一体何者でございますか。手前一向に。黙れ。かくまで動かぬ証拠があるにまだ視野を切ろうといたすか。不届き者め。お上がさような盲目と思いおるか。何じゃごとき邪智を持ってこの忠相を欺瞞いたさんなどとは少子の愚じゃ。なおこの上に口を割らずはここに類なき拷問を持って何じゃ体に言わしてみせるぞ。さあ肝を据えて返答いたせ。恐れ入りました。天地に入れぬ大家同盟、追って沙汰いたす。それ引っ立て。はっ、はっ、はて、はて、米屋一郎兵衛。へっ、はっ、ただいまその方も聞き及びしており、戸賀人は黒川勘十郎に決まりしぞ。へしかるにその方小野が下女の不義も存ぜず一時の疑いより罪なき駒込屋彦兵衛をまことの戸賀人と言い立て、彼が命を縮めしだもっての深ふらし千番。この段言い訳あるかどうじゃ。追って何分の沙汰いたす。町内にて厳重に預かりおけ。ただいまのお方は無実の父を訴人されたばかりに厳しいお咎めをお受けになりました。さすれば無実の父をお仕置きになさりました。お奉行様は。何？お奉行、お奉行所のお手落ちはいかがなるのでございます。えれ、それは物の通りだ。恐れながらお奉行様、それを言ってどうなるのでございます。お、そうだそうだ、まさかご身分のある方のお手落ちと身分のねえ者の手落ちには片手落ちはねえんでござんしょうね。彦三郎、その方は若年ながらあっぱれなものじゃの。褒めとらすぞ。その方たちの申す通り、たとえ越前たりとも手をはそれ相当のお咎めを受けねばならぬ、また詫びねばならぬことは心から詫びる。いえ、決してお詫びなどとは申しません。お願い申します。父をお返しなされてくださりませ。
これ、なんという無法なことを言うの。そうだそうだ。いくら入っても神だからって、罪とはもねえものを大根か何かに出たいとやろうってたまらねえよ。こいつは一番消してもらいてえよ。そんな、その無体なことを言うものじゃねえ。一旦お仕置きになったものが、まあ、その何もかも災難と諦めるんだ。ないものかいでお奉行様を困らせるもんじゃねえ。いや、相手がお奉行様ならこそ、しかも名奉行と世間で褒める大岡様ならこそ言いてんだ。ここ一番大岡様の男を見せておれもそうじゃねえか。なあ。そうだそうだ。こりゃ寮に、この忠相が男を見せればその方たちは何といたす。え、じゃあ何ですか。しこべさんを生かしてみせると言いなさるんで。そうじゃ、その暁は。冗談じゃねえ、死んだ人間が生き返りゃ、おっしょ、頭山のてっぺんからしゃっちょこ立ちで降りて品川の水を飲み干してみせやさ。あっしはその残りの水をへそで沸かして一杯ごちそういたしやすね。おやまずながらその時はわしが上手になって一服持参いたしましょう。しかと、そういないな。おっと、待ってくれ。できねえ時はどういうことになりやすんで。おお、その時はこの忠相を存分にいたすがよいが、まず、あれを見よ。おとっつぁん。さあ、尊名とも約束じゃ。この場に及んで、違約はならんぞ。それ、尊名の者を取り逃がすな。吟味中、白状いたしたとはいえ、四股兵衛が言職、言葉の節々にも合点の床のものがあるゆえ、牢内にて病死いたすし、他の罪人を仮に身代わりの晒し首といたし、密かに真実の罪人を探しいたのじゃ。しかるにその方たちの力をもって、めでたく事件落着、この上の喜びはないのじゃ。それぞれ神よりくださるご褒美、ありがたく頂戴いたせ。はっ。へへ。ありがたく頂戴いたします。ありがとう存じます。頂戴いたします。ありがとう存じます。